あんたのおかげで助かったよ。礼を言う。もう二度とモールには行かないわ。今回のでこりごりよ。まったく信じられないよ。ゾンビが本当にいるなんて。彼が殺されるなんてひどい、ひどすぎるわ。まあ、なんだ、いろいろあったけど世話になった。ここは安全なんだね。本当だね。グレースのことは忘れられないけど、あの子の分も生きないとね。オーティス、無事だったか。よかった。ご迷惑をかけてすいません。本当にすいません。ありがとうございました。おかげで助かりました。結構遠いんだね、ここ。ここで待ってればいいのね。あんたは命の恩人だ。いくら感謝しても足りない。今でも信じられないわ。こんなことが現実に起こるなんて。助かったよ。礼は言っとく。あのナタ男だってもともとは優しいおじいちゃんだったんだろうね。最初は怖かったけど、あなたなかなか素敵よ。まったく狭くて汚いところね。シャワーはないの？ありがとう。奥の方でじっとしてるよ。久しぶりのハードワークだったぜ。で、食い物はどこだ？もう二度と怪しい勧誘には引っかからないわ。いろいろありすぎて疲れちゃったわ。とんでもないことになってたわね。今生きてるのが不思議なくらいだわ。手錠なんて初めてされたわ。もう二度とごめんだけどね。あのサディスト、今思い出しても鳥肌が立つわ。助かったわ。あなたとってもタフなのね。ここまで来るのに3回死ぬかと思ったよ。もうこんな目には会いたくないね。ありがとう。ここで迎えを待てばいいのね。ここね、安全な場所って思ったより殺風景なのね。わしも生きられるだけ生きてみる。あんたのおかげで目が覚めたよ。はあ、ありがとう。ここなら狙われる心配もないね。ここがあんたたちのアジトか。まあ、しばらく世話になるか。しけたところだな。すごいね、あんた。本当にジャーナリスト？ご苦労だった。すっかり酔いが覚めちまったよ。こりゃ一から飲み直しだな。ああ、埃まみれになっちゃったな。着替え、手伝ってくれる？あの連中って、なんでレインコート着てるのかしら。今回ばっかりは死ぬかと思ったわ。生きてるのもあなたのおかげね。映画館がトラウマになりそうだよ、本当。今回の件を映画にしたら面白いと思うんだ。ダメかな。本当にひどい日だったわ。あなたには感謝してるけど。感心したわ。ジャーナリストって体力あるのね。誰だって気の迷いってあるよね。内緒にしててくれるよね。ね。坊や、助かったわ。でもごめんなさいね。今日はキャンディーはないの。ごめん。少し気分が悪いんだ。奥で休んでていいかな。あんたはあのカメラ小僧みたいに道を踏み外さないでくれよ。じゃあ会わせて、そのイザベラって人にね。